なんと、エキネット予約で乗り継ぎ割引で予約している際に、それを株に変更しようとすると、これ明らかにマルスのバグなんですけど、新幹線側にも、それから稲穂側にも、両方に株有4割引が適用されてしまうという大バグがあります。ヨネザイズミのフィルパイン TV です。おはようございます。柏崎駅前のビジホ6階にありますバストイレルーム、広々バスがついておりますね。なんですが、特徴としては、ザザン、なんとトレインビューでした。というわけで今朝はちょっと、7時過ぎに出発なので、もうちょっと寝てられたんですけどね、6時20分には起きてみたということでね、入りましょう。すぐに溜まるからね。駆け寄しなくていいからね。はい、ということで、行きましょう。よいしょ、ちょっと曇っちゃってんね、これね。見えますよ。まあ、ため始めるときはちょうどね、電車が改装されてましたけどね。というわけで、まあ、単なる左右で、そんなため湯ですが。今日も一日張り切って移動してまいりましょう。なんと実家から電話がかかってきましたが、はい、3分後にかけ直してくれと聞いたら、ちょうど取れましたね、快速新越号ですか。それとあと、これは快速ですかね、快速始発のどこの快速ですか。はい、トレインビューできた。止まった。ごちそうさまでした。大胆な、めちゃめちゃな横断をしておりますが、柏崎のビジホ、あの辺の部屋だね、に泊まりましたので、チェックアウトして、フロントで氷を2キューブだけいただきまして、PCR 検体の冷却袋、昨日の朝詰めた氷がまだ溶けきってないっていうね、どんだけサーモスすごいんだって話ですけどね、入れさせていただいて、もう入選してんじゃないかな。はい、本日 JR 東日本株主優待最長営業記録大型キットの旅、これ10キロ目ですかね、越後線に乗ってまいりました。宮古の霊盤線から出ます。柏崎から、先ほども言いましたけど、 JR 東日本株主優待最長営業記録大型キットの旅10キロ目、吉田駅越後線ですね、乗ってまいりましょう。はい、新車ですね。ボックス楽勝で取れると思いますので、ボックスにしましょう。あ、ゴミ。あ、あれですね、配線跡、配線跡、運転中、まさに配線跡、これだこれだ。草むしってわかんないけど、新聞釣りましたね。これは越後交通の、ね、配線跡です。ここで平面交差をして、今着く寺泊駅の、こっちのね、奥の方に駅がありました。大川津駅ですね、当時のということでした。まあ一瞬河川中が映っただけですけど、まあ、そういうことです。そうそう、この辺ですね、この裏手のこの空き地、この空間がまさに旧越後交通の大川津駅ということになります。で、もともと寺泊駅としてここ開業したんですが、はい、あ、ホーム残ってますね、ホーム。はい、はい、越後交通の大川津駅のホームです。ホームです。はい、ね、国鉄は寺泊駅で開業した、国鉄じゃないか、越後鉄道か、もともとは、もともと寺泊駅だったんですけどね、越後交通が、まあ、西長岡からここまで通って、さらにここから先延伸して、もともと寺泊の市街地というのはね、この駅の、遥か海岸寄りにあるので、そのね、こっちから
この越後交通が先ほどの河川中通って海岸沿いに行ってスイッチバックをして寺泊の中心街に行って、そこの駅が寺泊になったため、ここは大川津駅に変わりました。そして、越後交通廃止されたので、大川津駅からまた寺泊に戻ったということですね。以上、廃線跡情報でした。マスクにヘッドホンが絡んでどうにもなってますね。あっちの方で出てますね。はい、あれが廃線跡です。はい、終点吉田、一大ジャンクションですね。私鉄同士が交差してたってことですね。はい、というわけでこちらで、JR 東日本株の集大最長営業キロ大型切符の旅10キロ終わりまして、11キロ目、弥彦線東31乗り換えます。これいいのかな、乗り換えて23分ぐらいかかるんですけど乗ってしまいましょうね。実はですね、これで乗り換えて燕三条まで行きますと、なんと3時間待ち。ここで23分、そして燕三条で3時間待ち出されます。なぜならば その1本後の電車がないんですね、柏崎からだと。ということで、そのために早起きしたってアホな状態でございますけども、はい、というわけで乗ってまいりましょう。はい、吉田駅で一旦出場いたしました。途中下車員、おもっと大昔にもらった、去年7月はもらってないんですけど、大昔もらった時と意味変わってないですね。今のところ下から順調に押されております。はい、吉田駅、まさに行動成長期型の駅舎と言えます。これすらももう貴重になってきた今日この頃です。駅前は融雪の鉄分で、融雪パイプから出る水の鉄分で茶色くなっていますね。新潟あるあるでございます。一周ぐるり、もともと今もジャンクションですが、昔は貨物も含めてのジャンクションだったということで、非常に重厚な作りになってますね。吉田駅でした。さあ戻りましょう。はい、燕駅で途中下車します。先ほど言ったようにね、そのまま直行してもこれに乗り続けても燕三条で3時間待ちが発生しますので、この一文字駅の途中下車員をゲットしておこうということですね。あ、ここは新潟交通のね、電車線が走ってまして、まあ、これはまさに廃線跡なんですけど、後ほどこちらは実際に歩きたいと思います。なので車掌から取りませんでした。さあ今交換ということで、ね、列車はね、あ、旧式の115ですか113ですか、分かってない、まだ走ってんだね。はい、そんな感じです。あ、なんか向こうの方には違った塗装も入ってね。はい、途中下車してまいりましょう。緑のマート口丸、燕市の代表駅、燕駅、一文字駅です。今回もだいぶ昔の時ともらったと同じでね、途中下車にちょっと滲んでしまいましたね。画数が多いから仕方がないと思います。ありがとうございました。さあここで1時間半待ちです。確か昔駅そばあったんじゃないかな、少なくともキオスクあったはずですね。今はそのところも全部この開放的な待合室になってガランドです。まあ、もうね、新幹線駅がすぐ近くにできちゃうとどうにもなんないですよね。いかに燕市がね、世界に冠たる燕市だとしても仕方がないことです。ローカル線です。はい、燕駅も平屋ですが、高度成長期型のこんな立派な駅舎ね、新幹線開業する前を考えれば当然と言えます。なんて言ったって新潟交通も来てた、世界に冠たるね、金属加工で有名な燕市の玄関駅ですからね、当然のことです。はい、母親からね、今朝バスタブでトレインビュー見てたら電話かかってきまして、モバイルデータ通信ができなくなったと言ってね、例によって母に買い与えてるね、エイスースのあれですか、何エイスースでいいんだっけ、呼び方忘れちゃった、
スマホを説明書を取り寄せてね、今この時間に空いてる空き時間ってことでね、9時半に電話もらいまして、データ通信オンにしてもらったらできましたということでね。まあ、年寄りなんで操作を概念で覚えらんないんでね。操作の仕方を、手順しか覚えらんないんだよね。まあでも、普通の人は若い人でもそういう人いるのかもしれないね。まあどうも、米沢感覚がそれ麻痺してるところなのでね、それ良くないと思いますが。まあそれはそれとして、そちらが終わりまして、まだ列車まで1時間近くありますので、新潟交通電車線の、燕駅周辺を見てみたいと思います。こちらね、駅舎でございますが、はい、交番があります。で、この交番がの位置に昔、新潟交通の燕駅の駅舎が建っていたそうです。まあ、今で現役の線で言えば、津軽鉄道の津鉄五所川原駅ですね。あれがまさに、跨線橋共用ですが、駅舎は別っていうね。まさにそれです。ちなみに津鉄がそうしたのはね、国鉄に改札業務を委託する、委託料が、をケチったためと言われています。なるほどね。さあ、そしてちゃんとバッチリね、残り火がありますね、これね。はい。まあ、ここら辺もね、臨時改札的なものあったのかもしれませんが、ね、ここにこのように、ね、出入り口の柵があったりしてね、なるほどというね、感じ。あ、でもあっちかもしれないですね。あっち。はい。あっちかもしれません。まあ、いずれにせよ、このね、こちらから、国鉄と同じホームに入って、この跨線橋で、先ほど降りた2番線、あれが島式ホームで、反対側の3番線が新潟交通電車線の燕駅のホームということになっていたようです。そちらのにも行ってみましょう。はい、燕駅から200メートル弱歩いてきまして、歩道橋の跨線橋ですね。はい、正面が燕駅ということですが、まあ見てわかるんですけどね。まあこれ1番線やたら長い、2番線短いんですが、その2番線よく見てみると、はい、かつてね、これが島式で、向かって左側にですね、これ新潟交通電車線の燕駅が、あの番線があったということですね。で、さらにこのこっち側ですね、こちら側の今建屋が並んでるところは全部構内の留置線等があったということでようでございます。はい、ということで、そのまま、この道が、まあ、廃線跡と見なしていいでしょうね。歩道のあたりぐらいが線路ってことなんでしょうかね。で、これをこのままこう、この跨線橋、歩道橋を通って、はい、このままこの、ゆるいカーブ、今車通ってきましたけど、まさに、ザ、廃線跡そのものの道路でございますね。こういう感じで。まあ、こっからね、月形でしたっけ？までは、だいぶ早い時期に廃止になってるのでね、すっかり道路になってるという。まあ、そんな感じでございますね。あれは弥彦ですか？の山ですか？はい、そんな感じで、新潟交通の廃線跡も若干めでることができました。はい、燕駅の待合室で、動画の編集した緊急時に速報ですね。まあ、米沢、データ通信端末はなりませんでしたけど、会社から持たされてるアンドロイドと、この iPhone がかなり緊急地震になりましたね。そして、その影響で今、乗る予定の、東三条行きも西燕駅で抑止されているそうですが、新潟県内は間もなく運転再開とのことです。秋田の方が震度3ですので、まあ、上津温泉とか、女子活動は影響ないと思いますが。次の東三条行き、運転を再開いたしました。ただいま4分遅れで西燕駅に駅を発車いたしております。はい。もう少々お待ちください。こちらでございません。まあ、この調子ですと新幹線も12時までには多分ダイヤ戻ると思います。上越新幹線はね、東北新幹線は分かんないですけど、いうことなんで、まあ大丈夫かな。あと鳴子は大丈夫でしょうか。はい、まあ航空に向かって喋ってらっしゃる方がいますが、まあラジオをかけてくださった情報が分かりました。ありがとうございます。というわけで、はい、3分くらいじゃないかな、東三条行き JR 東の株主優待最長営業キロ大型切符の旅11キロ目継続の弥彦線東三条行きです。わそわそですね。すいませんよ、前の方ですよ。面白い人がいっぱい乗ってるね。はい、というわけで終わりました。
燕三条駅ね、こちら弥彦線は防線でかつ無人でございます。まむしろ後ろから降りられないと思うんだけどななんかよくわかんないですけど、はい、まあこんな感じでね、見下ろす感じ。そして、まあね、架線がね一本だけなんですよ。これ弥彦線を国鉄末期のねお金ない時期に電化したためにね、こういうねローカル線とかローカル便鉄レベルのね一本線の架線になってますね。はい、そしてホーム上がってこのようにまっすぐ行くと向こうに鳥居があって新幹線に行くとなっております。あ、なるほど、スイカの簡易改札はここに着いたんだね。ということはここが改札口ってことかな。はい、ね、そして新幹線の改札に向かって途中下車にもらいましょう。遠いなやっぱり。まずもね、新幹線乗るからどういうもんですかね。もらってみましょう。はい、さっきの独り言のラジオかけてた人が、なんか存在してますが、この新幹線の、友人改札でいただけましたよ、燕三条途中下車員、すごい丁寧に押してくださいました、ありがとうございます。まあ薄付きなんだ、だから仕方がないね、裏空がね、上のね。はい、ということです。さあ、そしてこれだけでは済まない、緑の窓口ね。あ、ここなんか、こんなんか、ここでね、あの例の50円高い株有の割引にしてしまったのを何とか変更できないかを追求したいと思います。苦節20分以上かかりましたね。非常にこう燕三条駅と緑の窓口の駅員さんにはね、大変お世話になったとしか言いようがありません。まあ、係者最大3人同乗でてんやわんやでございました。はい、まあ、こちらに立ち会いますけどね、はい、こちらの通りでございまして、はい、これあれですね、どういうふうにやったかというと、まずですね、駅ネット予約で燕三条から新潟で、新潟から秋田まで、グリーン車を、乗り継ぎ割引で、指定して、駅ネット予約をしてありました。これはつまり、後ろの背景に映ってるね、JR 東日本株主優待最長営業距離大型切符と同時に発券しないと、発券することが、まあ、できなかったというか、お願いした時点で、買ってなかった、駅ネット予約してなかったんで無理だったということでね。で、まあ、発券の紹介動画の時にね、お話ししましたけども、まあ、青森、盛岡大曲という関西特に対して株主優待券を夕方割引をお願いしたところ、1個列車で乗れないからダメですと言われたため、動揺して、盛岡までの特定特急券に株優を、適用していただいたと。で、ところがこれ計算すると、この新潟から秋田までの稲穂号の乗り継ぎ割引をやめて、そちらに株優を適用すると、トータルで50円安くなるということが分かったので、それを、まあ、上辺なので最上辺できませんから、慎重にってことで、この燕三条の1時間半の待ち時間で、お願いしようとこう目論でずっといたわけです。そして実際にお願いしたんですけど、なんと駅ネット予約で乗り継ぎ割引で予約している際に、それを株に変更しようとすると、これ明らかにマルスのバグなんですけど、新幹線側にも、それから稲穂側にも両方に株有4割引が適用されてしまうという大バグがあります。もしこれがね、2個適用可能なら、そもそも最初のね、関西特の、新青森、盛岡、大曲に適用されるはずなんで、まあそれは絶対ないということで、マルスのバグです。マルスの新しいバグを踏んでしまった米沢でございます。で、まあどうしようかと散々考えあぐねたんですが、まあ結局米沢が提案した方法が採用されまして、まずその一旦バグった状態で発見していただくと。で、その上で、そのバグって発見されたうちの新幹線自由席特急券を、無手数料払い戻しすると。そして、発見された新潟、秋田の、株主優待券割引に対しては、上辺の判子をしていただく。そしてさらに最後、新青森から盛岡までの特定特急券株主優待割引適用は、無手数料で払い戻していただくと。この提案したところ全てやっていただけまして、バッチリ出てきましたね。そして最初の、2つの謎の株有
2枚、2列車適用の、発券分は、これは、そういう複雑な控除をしなければいけないということで、なんとサインになりましたね。暗証番号ではなくサインになりました。まあ、そういう特別な時はやっていいっていうことになってるんだと思います。で、まあ、サインをさせていただいた結果、まあ、この、まず一番上に出てるね、あ、真ん中一番上、そうだね、この3590円っていうのはまさに株優ニコ列車適用の価格です。そしてそのお戻しが520円指定券となっているものでございますね。で、その下の1580円の払い戻しが、これが、特定特急券、新青森からの特定特急券の払い戻し、そして左上の、この自由席券というのは、これは改めて、乗り継ぎなしで、購入した新幹線特定特急券、ここからということになります。いやー、本当にありがとうございました。めんどくさいことさせてしまってね、窓口もついでね、もう、お客様待ってたので、2窓を開けていただくというね、大変もう、もう対応でしたが、まあ、正直言ってマルスのバグが本当は悪いんでね、そこは、JR システムさん、JR 東日本さん、頑張ってくださいとしか言いようがないです。現場の駅員さん、本当にありがとうございました。まだこれでも時間が待ってるので、しばらく動画の編集をします。友人改札で、ご覧のように、いただきましたね。はい、スタンプいただきました。経路確認入りましたが、バッチリ乗れます。というわけで、乗ってまいりましょう。4号車に並ぶね。はい、燕三条駅から上越新幹線、時、何号だっけ？新潟行き、自由席乗ってまいりましょう。地震の影響はあるのでしょうか？ 1 分ぐらい遅れてる気がするんですけど、まあ、誤差の範囲ですかね。7型です。315号でした。はい、これ JR 東日本株主優待最長営業キロ大型切符の、これが12経路目ですか。12経路目ですね。はい、アナウンスするのを忘れてました。よく考えたホームではないね。中線で通過線あるからね。というわけで3日目の動画レポートをここまでとさせていただきます。新潟日和のところから次の動画になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。